マル探偵事務所は来た依頼は断らない。殺人事件から迷い猫探しまで案件に優劣はつけない。だが覚えておいてほしい、解決率はわずか 10% だってこと。妹さんと共に行方不明ということですね。絶対にここ静岡にいます。どうかいな、先に解決した方が依頼料の総取りってのは。3日間で必ず解決します。今日も厄介な依頼を抱えている。日系ブラジル女の失踪事件だ。ようやく足取りをつかみかけたのだが、もしもし、さくらんぼです。まるまる、聞こえてるよ。まる、違った、清水港の女は人違いだったに。今朝俺の情報屋から電話があった。失踪女と思われる人物がヤマハのピアノ展示場で試し弾きしてたそうだ。俺の情報ではホンダの株に乗って鈴木の工場に現れたって。全く行動が理解できんな。困った時は振り出しに戻るとするか。ここ静岡では3つのプレートがぶつかっています。大陸と海洋のプレートの衝突は深海から富士山の頂まで高低差約6000メートルもの変化に富む地形、多様な参考になるか分かりませんが、両親が離婚した際、日本とブラジルに別れた際にそれぞれの家族が持っていた写真があって。富士宮浅間大社だな。かけてみるか。ここに。はいね。マル、ラウラ、ラウラ、姉さん、実際に会うのは初めてね。よろしく、ラウラ。こちらこそよろしく、姉さん。ここ静岡は3つの大陸プレートがせめぎ合う、その上に浮かぶ町である。深海から山の頂までを包み込み、自然のパワーと人間のパワーが共存する奇跡の町である。そしてこの町で今日もマル探偵事務所には風変わりな、例えば天女を探すような依頼が舞い込んでくるのだった。ママ、コーヒーのおかわり入れてくれ。にっがいやつな。ママ、俺にも。